ブレシュイールは、フランス、ヌーベルイコールは規定の地域圏、ドゥーセーブル圏のコミューン。ボカージュ・ポワトバン地方の中心にあり、トゥアルからおよそ 25km、パルトネーからおよそ 30km 離れている。自動車で1時間ほどでなんと、ポワティエ、アンジェ、ニオールへ行くことが可能である。鉄道路線は、モンパルナス駅からソミュールを経由して、 ブレッシュイール駅までを結ぶ、テル路線がある。1030年代、ベアツェラヤカムというラテン語化された名が残された。1073年と1100年には、ベアッツォリウムと記された。ノートルダム・ド・ブレッシュイール教会19世紀に描かれた、ブレッシュイール上ブレッシュイールは、ケルト時代、ガロローマ時代には交差路のある場所だった。しかし町の名が確認されるのは11世紀である。 中世のブレシュイール城は、トゥアル主尺の領有であり、10世紀には3つの教区が存在した。サンニコラ教区は、城の中にあり、現在は消滅している。ブレシュイール城は、旧市街を見下ろす丘の上にあった。城の外の城壁は13世紀に建てられた。多くの塔や5つの門を備えた城壁であり、城外には、 ノートルダムとサンジャンの二つの教区があった。10世紀にトゥアル司者がサンシプリアン礼拝堂を建て、ポワティエのサンシプリアン修道院に駅進した。16世紀までブレッシュイールの領主であったのは、ボーモンブレッシュイール家だった。中世から15世紀まで、ブレッシュイールは人口が1万人に達するほどであり、町は高品質のカーテンを生産することで知られていた。 ルイ11世の宮廷官ジャック・ド・ボーモン・ハマチの名声を高めた。百年戦争では、城と町が試された。この恐ろしい紛争の時代、フランシスコ会の修道院が創設された。そして同じ時期にできた、コルドリエ会の修道院は、1820年に、タウンホール建設のため取り壊されている。15世紀、トゥアル・シシャク・ピエール2世。 そして、ルイの時代町は、経済活動が活発だった。16世紀のユグノー戦争は、1568年の、死街破壊、そして衰退が特徴であった。これは、暗黒時代の初めであり、人口は2000人ほどに減少した。しかし、ブレシュイールは、カーテンの製造を盛んに行い、織物業界の17世紀、18世紀は、黄金時代であった。 ブレシュイールの特産はティルテーヌであり、主にパリやノルマンディで売られていた。バンデ戦争の間、ブレシュイールは共和国側の支配下にあった。しかし1792年に農民が最初の反乱を起こした。ルイ・グリニオン率いる共和国側の地獄部隊がブレシュイールを焼き、住民を殺害、略奪、暴行し、数軒の住宅しか残さなかった。 住民は周辺の村に避難するしか選択の余地はなかった。1866年に鉄道が到来すると都市景観が大幅に変更されることとなった。ブレシュイールハマチをつなぐ鉄道ジャンクションとなった。貿易と技術工学が伝わり、ブレシュイールとその周辺は農業と工業の両方が発展した。この時代ブレシュイールで開かれる市は有名だった。 参照元、イコール LDH、イフェス、カジニリ県、第2位の産業と工芸の町である。数多くの産業地区が、郊外にあり、主として中小企業が多く、席を置く。ドゥーセーブル商工会議所の支所がある。ありがとうございます。